はい、こんにちは、ちずちゃです。それでは今回はこちら、モンスターハンターワールド武器アイコンラバーバッジコレクション開けていきたいと思います。こちらはワンボックス14個入りで全部で14種ということなんで、ランダムパッケージにはなるんですが、こういう商品はワンボックス買ったら全種類入っているものだというのが通常みたいなんで、早速本当に全部入ってるか確認していきたいと思います。入ってる武器の種類が総中棍、狩猟笛、チャージアックス、スラッシュアックス、弓、ヘビーボーガン、ライトボーガン、そして体剣、太刀、片手剣、双剣、ハンマー、ランス、ガンランスと、省かれた子はいないみたいですね。裏面はバッチになってるみたいですね。じゃあ早速開けていきましょう。よっ、サクッと開かない。いつもの開かない。おいしゃ、開けました。オープン。1、2、3、4、5、6、7、 7×2 で14個入ってます。じゃあ早速一つ目から開けていきます。よっ、何が出るかな。ドン、お、大剣。後ろはほんと缶バッジになってな。ベリ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 ーっと、はい。ということで一つ目は大剣です。思ってたよりおっきい。で、後ろはこんな感じでバッジにすることもできるみたいですね。触り心地はこの絵のあたりはラバーっていう感じの触り心地で、この縁のあたりとあと後ろのこのあたりはツルツルッとチュルチュルッという感じです。なかなか触り心地はいいですよ。じゃあ次行きまーす。どんどんね、上げていきましょう。よいしょ、じゃじゃん、おん、ハンマー。坂道のね、坂道の王者ハンマーさん来ました。いかがでしょうか。これもかっこいいね。自分の使ってる武器とかをこうやって後ろにね、これ開けてガシュッとガシュッとカバンとかに刺したら、これなかなかいいんじゃないでしょうか。欲しい人多いのでは。これつけてたら嫌な坂道も結構好きになれそう。じゃあ次行きまーす。よいしょ。私はね、弓とね、ランスとライトボーガンとガンランスとチャージアックスが欲しい。ライトボーガン、ダダン。いや、渋い色だね。かっこいいね、ライトボーガン。色素敵じゃないですか。いや、これつけようかな。だってこれつけてでもモンハン知ってる人じゃないとモンハンってわかんないですよね。これつけようかなと思います。続きまして、お、よいしょ、ドン、お、ヘビーボーガン。よいしょ。ライトと比べると少し薄めのエメラルドグリーンみたいな感じなんですかね。これもおしゃれだね。こうやってセットでつけたい。次が、ほっ、カッターもうまく扱えるようになりましたよ。長く開封をしてるとね、カッターもうまく使えるようになりましたよ。はっ、お、きたー、ランス、我らがランス、やったぜ。来ましたね。しかも私の好きな緑色じゃないですか。
いや、かっこいいな。いかがでしょうか、ランス。でもこれはモンハンって感じしますよね。これは結構モンハンって感じがするんで、俺はモンハンやってるぜということを主張したい方にはありかなと思います。どんどん行きましょう、どんどん。よいしょ、さあ来い来い。ランスの月はガンランスだったりする。あー、チャージアックス紫かっこいいね。え、どうですか、かっこよくないですか、チャージアックス。グラムね、こんな感じで。ま、これはそんなにモンハンって感じは、いや、するかな。落ちちゃった。でもなんかのゲームって感じはしません。でも色がかっこいいですね。穴がついてる。よいしょ。ラバーマスコットのいいところって掃除しやすいとこですよね。これができるかどうかわかんないんですけど、こう水拭きとかね、キュッキュッってやっても外に行った汚れとかも取れちゃうので、それはすっごい嬉しいですよね。じゃあ7個目いきましょう。7個目と、ほっ、開かない。ちゃんと切れてなかったな。いいよ、ほっ、双剣。今作そんな双剣の人多くないですよね。いかがでしょうか、双剣かっこいい。私もね、 P2G の頃はちょっと双剣使ってたんですよ。そんな全然うまくはないですけど。本作というか、もうしばらくそっからずーっと使ってないですけどね。いや、かっこいいな。よいしょ、じゃあ行きましょう。8つ目かな。あ、これちょっと切りにくい切りにくいんだが、おっ、よいしょ、じゃじゃん、おー、タチ。これがかっこいいよね、これがシャシュン、ジャシュン、テレレン、ベー、ジャシュン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 。ということでタッチです。さあさあ行きましょう。まだガンランスの弓も出てないよね。お、弓は赤色なんだ。片手剣。私ね、実況者になる前からの知り合いで片手剣の神の方がいらっしゃって、その人からの知識だけはある。今作の片手は本当難しいっすよね。今までも難しかったけど、今作の片手は特に手数が多いから難しそうだなと思っていつも見てます。片手剣使える人は尊敬するな。よっ、よし、ダダダダダダン。お、スラッシュアックス、かっこいいね。色似てる。1色あたり2種類あるのかな、ってことは7色あるのかな。いかがでしょうか、スラッシュアックス。全然使ったことないですけど、いつも乗りながらダダダダダって攻撃しててかっこいいなと思って見てます。いいよ、あと3つだ。ガンランスと弓が出ていない。あと何だっけ、ガンランス、弓と、あと狩猟笛だ。そうだ、狩猟笛も出てない。はっ、お、弓来ました。
最近ご無沙汰な弓。いや、こないだ使ったな。こないだ使いましたよ。弓ね、強いんだよね、本当に。これもつけようかな。これと、これはつけたい。あと、ランスも。これもつけたい。あ、待って。イエーイ。ほっ。あと2個、狩猟笛が先か。ガンランスが先か。どっちだと思う？せーの、よっ。おー、狩猟笛。白色かっこいいな。かっこいいね。なんか白とグレーの間みたいな色で、なんか一人だけかっこよくないですか？いいな、おしゃれだな。これもつけたいな。バッチつけるために増え始めるか。よっ。じゃあ最後です。最後はね、我々初心者の味方ガンランスですよね。完全ににわかなんですけど、よっ。本当お世話になってます。緑。これ色はどういう基準でつけたんでしょうかね。ダダン。あ、でもかっこいいね、緑も。うん、結構緑色好きなんで、これは嬉しいな。でもランスとガンランスでつけるとな、他はつけれないからな。いや、これはセットでつけて、他は他で別でのものにつけようかな。モンスターハンターワールド武器アイコンラバーバッチコレクションはカプコン公式の通販サイト e カプコンまたは Amazon でご購入していただくことも可能です。概要欄に各 URL 貼り付けておりますので、ご興味ある方はぜひそちらから見に行ってください。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。